このオリンピック選手は絶対に金メダルを取る必要がありました。彼の妻は交通事故により数ヶ月前突然亡くなりました。彼女が亡くなる前、金メダルを取ると固く約束したのでした。しかし1回目2回目どちらも失敗してしまいます。金メダルは絶望的でした。残された最後のチャンス、今まで一度も成功したことのない258キロに挑戦します。彼は亡くなった妻との約束を思い出します。その時彼は今までにないパワーを感じました。なんと258キロを成功させ金メダルに輝いたのです。表彰台で金メダルと妻の写真を掲げる彼、世界中の人たちに深い感動を与えました。